突っ込んで俺上行ってるだけなんで。いやでもすごいっすよマジで。あげるよ。24サイトがいります。24とか全然あげれるんですよ。24あどうぞぞ。あっす。いやこれ最近エイシコック余るんえぐいな。確かに。え、大丈夫ですか。取っちゃったですけど俺。え、てか発信さん2倍が一番好き、はい、何倍が一番好き。俺等倍っすね。あ、等倍なんや。はい、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。なんならアイアンサイトで戦ってたよエペマスの時。やばいって。うーん、やってましたね。懐かしいっすね、あのエペマス。あ、そうか、2人同じチームだったもんね。そうなんすよ、うん、優勝仲間だから。確かに優勝仲間。ああね、うん、実は一応俺もあれやけどな、アマツキと友達やけどな、一応。さ、間接優勝してるけどな、一応。間接優勝、うん、はい。でも優勝舞台だこれ。あ、優勝舞台、不要不急のね、あれなんで、チャンピオンなんでこれ。間接優勝。ダイヤ隊で負けるはずがないですね。バニちゃん、じゃあ俺オーダー出すぞこれ。はい、これバニちゃんこれ、うん、一旦調査ビーク。あ、早い。これやっぱ大事。見てきます、見てきます。僕あー、任せです、任せです。守ってほしい。なんかあったらすぐ駆けつけるんで言ってくださいね。うん、なんかあったら言ってくれ。はいはい、なんかあるかも。ないない、見た。なんかない、大丈夫ですか。これさ、これどっち、これ、ちょ待って。なんすか、なんすか。これさ、こっちなんじゃない。右に行った方がいいんじゃないこれ。あ、右でも、あ、そうっすね。笑ってるやん。円的に。ああ、そう、そうっすよね。そんな匂いしますね。バニちゃん、どうっすか。ここだけ当てちゃいますね、自分。すみません、タボチちょっと欲しくて。あ、タボチャね、タボチ欲しいっすね、はい、タボチャね。リボなんで。ないっすね。なんかこれありますよ。あー、欲しいかも、ヘビーマガジン。あ、カービィあるっすね。あー、まあまあ弱いな。結構良きのありますけど。これあんま弱いね。確かに、あんま弱いっすね。これまずいっすね。俺ら結構あんま弱いな。あーまあしょっぱすぎる。じゃあちょっと右側に移動しながらあーまあ探すか。オッケー、スイスよ。ずんずん。あほいさっさと。あほいさと。よっこらせと。ほい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 。はいはい。エサよいさ、エサよいさ。おいさ、なんかすごい声出てるっすね。ご飯食べたからかな。うん。ちゃん出てるんすけどね。あの発信さん。そうね。俺もう5時間やってたんすよ今。は？やば。そんなやってたの？五時間やってたんでだいぶ温まってはいるっすね。まずまずいこれ。え、どんまい。こればっかりは、こればっかりはしょうがない。いや仕方があるまい。まあ、でほぼ勝ってたっすけどね。あのワンパーティーに対しては。2パーティーこんかったらね。そうっすね。もう3-3の状況でじゃあれ勝ってましたね。どんまいっす。こういう時もある。バニー押されてるやん、アサシンさんに。押されてる、だいぶだいぶ押されてる。いやいやいや、すいません。ちょっとね、俺もローテーションに行かせてもらいますよ。そうね。合わせていきますよって言ってたけどな、アサシンさん。全然僕合わせますよ、みんなの。え、次の試合からっすね。ちょっとどうぞ、出すぎました。すいません。オーバーピークしてた。うん、だいぶオーバーピークしてた。なるほどなるほど。でもまあ、いや俺らがついていかないといけないよね。いやいやいや、もう全然楽しく行きましょう。一応俺加瀬慎さんと肩組んで歩いてる状況やね今。嘘でしょ。なるほど、まあ、まあそうっすね。一緒のペースで歩いてる。まったり行きましょうか。まあまったり。言うてもまったりできんじゃないですか。加瀬慎さん戦い始めたらどうしても絶対まったりできんって。ワクワクで行っちゃうやんな。いや、ちょっとこのタイミングでちょっとお二人とできると思ってなかったんで僕嬉しいっす。普通にありがとうございます。感情深いっす。そうか、お互い同じチーム組んだことある人たちだし、なかなかないっすもんね。そうっすね、連チャンで、そう CR カップからのエペ祭りみたいな感じだったんで。エペ祭りね。いいっすね、マジで。CR カップあれ、2月でしたっけ ?2 月やね。1月末とかやったような気がする。そっか。もうほぼ2月。うん。まあ、丸2ヶ月はもう経ってんのか、早いっすね。早い。ウルカシェフによるドキドキワクワクサンタテキッチンでしたっけ。そう、めっちゃ覚えてくれてるやないですか。いや、そうっすよ。もちろんっすよ。そんなチーム名だったよ。え、そのバニーとハセシンさんとアマツキのチーム名前はあった。あったんすよ。なんやろ、当てれますか逆に。なんやろ、なんすか、当てれるか。3人に共通してるみたいな感じかな。3人に共通してるとこある。してないかも。
なんかヒントを与えるとすれば、うん、なんか状況が名前になったって感じっすね。うわ、思い出したわ。あっと1みたいな。いや、正解っす。あーね、あ、当てるんやね。そっかそっか。もうどうしようみたいな。で、本当になんかもう見つからなかったら2人で出ようかみたいな話まで言ってて、はいはいはい、で、本当に最後の最後でバニラさんが、いや、行けますよと言ってくださって、いや、マジハサハスみたいな。バニラ、はいはい、まさかね、優勝するとはね。ね、いや、本当っすよ。練習期間めちゃくちゃ短かったもんね。え、あれ何日くらいでしたっけ。わかんない、ほぼなかったっすよね。うん、2日間ぐらい。それか、3日目に本番やなみたいな。顔合わせしてちょっとカスタムやってもう本番やみたいな。それで優勝できちゃうんだからすごいよな、みんなのポテンシャルが。仲間が強かったっす、本当に。初戦から1試合目からチャンピオン取れたんですよね。なんか見てたような、なんか覚えがあるわ。これマジ嬉しかったっすね。だいぶ盛り上がった。盛り上がった。バニもこんな感じじゃなかったっすか。いや、バニ屋さんもうちょっとおとなしかったっすよ、あの時。おとなしかったんかい。ちょっと冷静な感じ、クールな感じでしたね、おとなしいというよりかは。降りとき教えて。降りるわ。いいよ、投げ物いっぱい入れるわ。バニヤさん浮いてね、浮いていいからね。オッケー、投げも投げも投げるよ。オッケー、真ん中真ん中真ん中。わたわたわた、ナイス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 ガチでよっしゃよっしゃ。はいはいはい、なんかすぎナイスバケモンが人の言葉を喋るな。パクパクパク。いやー、美味しいよ。やっぱ素材にこだわってるね、 CPT は。